お疲れちゃんです。ラットです。そして、どうも、ドズルです。よし。お願いします。お願いします。お願いします。はい。はい、いつもなんかオープニングぎこちないですよね。いや、そんなことないっすか。そんなことないですけど。なんか、いつ、動画撮る前なんか、スーッとか言って深呼吸してません？意識をね。意識を。スイッチを入れてるわけですね。はい、あ、失礼しました。ということで、はい、ラットパイさん、今日は何やるんですか？今回です、ね。はい。ドズルさんになら、4枚指定されても勝てるセット。おーっカード、あ、ついに来ましたか、はい、ラットパイセンも僕を舐め始めたわけですね舐めてるわけじゃないですけど、まあ、今回は、私がラットパイセンに4枚使ってほしいカードを指定して、はい、で、プラス4枚は自分で考えると。そうです。で、それで戦うと、はい、いやでもですね、ラットパイセン、この4枚指定ルールで破れていったライク・ジョーンズとねライク・ジョーンズ先生っていうですね、はい、大先生、先人がいるんですよ。はい、いや僕はもうボコボコにしましたんで歴史は繰り返しますよ、これ。いや、僕は負けないです僕は負けないです、ライクさんはもういや、だって、はい、4枚だったら勝てるって、4枚はでも逆にこっちは4枚も使えるんですよ。まあまあ、そうですけど、そうですけど、僕は8枚使いますからじゃあ、今回の、ラットパイセン使ってほしいカード4枚いきます、はい、ヒール、はい、レイジ、もうちょっと、もうこの二大巨頭で。いや、全然ありがたいです。なんでありがたいわ、嘘して。レイジヒールでありがたいわ。ありがたいです。レイジヒール、あと、ボンバーと、ウォールブレイカーズ。この4枚でいきましょう。はいはい、はい。ラットパイセンがね、やっぱウォールブレイカーズで弱い弱いって言ってるんで。いや、マジ弱いっす。本当に弱い。いらない。いらないでしょ。いらないでしょ。だから今日はその4枚。僕も本気で勝ちに行くんで。はい。手加減とか、なしで、はい、フルボッコにしに行きます。全然いいっすね。返り討ちにするんで。結構自信ありますね。いや、マジで、はい、正直勝てると思ってます。正直勝てると思ってます。いやでもね、ラットパイセン、こういうなんか、変態デッキの方が強いまであるからね。なんか。勝ちますよ、これ。よし、よろしくお願いします。お願いします。もう今回もう、ちゃんとね、ラットパイセンがきついデッキを用意しましたんで。いやー、僕はこれで、よし。お願いします。いや、待てよ。おまさか、直前でのチェンジ。おつけ？いや、大丈夫です。大丈夫ですか、はい、はい、お願いします。よろしくお願いします。そう、よろしくお願いします。いや、マジで、僕も勝ちますから。4枚は、さすがに勝てる、本当に。いやー、負けるとな、メンタルダメージやばそう。勝ちますね、これは。お願いします。いやー、最近やっぱハンデをもらってボコボコにされるっていうのはなんか定番になる。おプリンセス、はい、プリンセスですか。はい、珍しいですね。やっぱ回転こそ正義なのかな。プリンセス貯める作戦、まさか。あ、出た来ました。することない。のこのこと。のこのことやってまいりましたね。はい。どっか行けそうだ。さあ、今回、ラバーハウンドでございます。え？え？あ、インフェルノターン持ってる、やっぱ。さすがに入れてきとるか。まあまあまあ、ドツさんといえば大型。確かに、そうなんですよ。結局ね。よし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 。ただ、いやー、ちょっと痛えな。ただ。うわー、出た、マジか。これちょっと結構きついかも。大丈夫ですか？いやいや、結構きつい。まあ。いや、強いな、ちょっと強い、割と強い。いや、まあ。勝てますよ、これ。いや、まだイーブン。いや、勝ちますよ、これ。勝てる、マジで。いや、ラバーハンド絶対嫌かなって思ったんですけどね。耐久がだって薄いじゃないですか、どう考えても。そうですね。そうっす。オッケー。いやー。インフェルノタワーとギャングとプリンセスですね、多分耐久が。あと1枚ないはず。さあ。え、あるの？わかんない。ないはず。絶対ない。よいしょよいしょ。さあ行きましょう。で、インフェルノタワー来る。うわぁ、ずるいわぁ。で、いいザップ2。え、マジか。え、なに？いけ。いや、入んないか。ちょっと甘かった。よし、このゴブリン削る。まあ。いや、いいタイミングで。ゴブってるのがなんかムカつく。やばい。いい勝負ですよ。とりあえず。いやー、こうあれか。ドリホグできたか。うわ、これは。うわ、レイジ来た。レイジショット。あー、ちょっと待って。いや、強い。頑張れ。これはレイジヒールっていう新たな戦法。よし。嘘。え、マジか。マジか。そんな強いの？ゴチです。ただしですよ。ザップでちょっと飛ばして、いや今のザップ全く意味なかった。ゴチです。いや、ちょっと待って。
いやいや、入る、入る、入る、さすがに入る。いや、入んないです、入んないです。え、入んないのこれ、嘘でしょ。レイジボーイです。レイジボーイ、やばいやばい、時間がない、時間がない、時間がない。ウォールブレイカーズから、ウォールブレイカーズ、頑張れ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 、やばいやばい、ちょっと待って、本当にやばい、本当にやばい、よしよしよし、ちょっと待って、ちょっと待って、強いこの人、本当に強い、本当に強い、ちょっと待って、時間ない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 。よしよし、はいはいはい。いやー、やられる、やられる、やられる。これで、ロイホ軍、ロイホ軍にターゲット取られて、いやー、時間が、やばい、マジか、これは。いや、しかも時間あっても負けてる、これ。うわ、ボコボコにされた、マジか。余裕っすね。余裕じゃないですか。はい、余裕っす。マジ、いや、4枚も使えたら勝てますね。悔しい、これ。マジ、ちょっと待って、うん、全然歯が立たなかったんですけど、ちょっと先生、はい、何すか。5枚。5枚っすか。5枚。あー、まあまあ、余裕っす、余裕っす。本当に本当に5枚だと相当きついっすよ、ちなみに。まあ、なんとかっすかね。3枚で振り絞るわけです。いいですか先生、はい、ウォールブレイカー、ボンバー、さっきのボンバ ー、 あー、はい、ヒールレイジ、あと一つでしょ。ゴレットでもいいですけどね。いや、あと一つでしょ、はい、何がいいかな。あ、むずいっすよこれ。むずい、これむずい。ラットパイセン何に使わせても強いんですよね。いやー、はい、何でいこうかな。さっきプリンセス街で嫌だったな。インフェルノ系も嫌なんで、さあ、いや、これむずいなー。いや、これ、いや、でも5枚ってやっぱ怖いですね。5枚だとやっぱ幅狭まります。全然変わります、ね、全然変わりますよね。じゃプラスワンを、はい、今回は、矢の飴でお願いします。矢の飴、渋いでしょ。矢の飴でお願いします。矢の飴ですか。はい、この人ミラー使わせると危ないんで、これでなんかゴレとかで硬いやつ。矢の飴僕使わせない。そんなことは絶対、そんなことは絶対しません。矢の飴ですか。はい、矢の飴でお願いします。一番どれが来ても嫌だったの、矢の飴だけは一番嫌。矢の飴結構いいポイントを指してるでしょ。使うときないじゃないですか。いや、わかんないです。僕がガーゴイルいっぱい積んでるかもしれない。お願いします。矢の飴がいいですね、やっぱね、はい。なるほど。矢の飴 で、僕はこれと。いやー、これちょっともう負けれないですね。5枚指定していただいて、これちょっと負けてしまうと僕のクラロワ界でのあのあれがなくなると、はい、立場がなくなっちゃうと。やばい、5枚っすからね。でもここで勝てばもう、はい、まあもう間違いないですね、はい、これはもう5枚指定で負けたらもう間違いないです、うん。いやー、1枚、さっきのマジフルボッコされた。1枚決定。はい、ラットパイさん3枚選べますからね。そうです、はい、好きなの3枚。少なくないですか。3枚も選べるんですよ。確かに、確かに、3枚でも勝てます。マジで言ってる。いや、もうさっきだって4枚フルボッコされたもんな。いやー、待ってー。まあ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 、気持ちできたんすね。次はかと、気持ちできたんすね。気持ちできたんすね。もう3枚、まあ、レパートリーもそんな多くないですからね。いやー、ウォールブレイカー、オッケーです、オッケーです、オッケーです。これが正解かな。これしかない気がするんですよ、ね、さっき絶妙なレイジの使い方してきましたからね。よし、オッケーですか。いや。まあ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 、正解っすわ。あ、正解出た。正解出ました。お願いします。いや、これ負けたくないな、いろんな意味で。いや、もうこれで勝ちますから、僕。いやー、マジ、本当に、本当にやめて。遠慮して。ちゃんと、ちゃんと。十分してます、十分。十分してます。確かに。5枚指定でしょ。いやー。よし。一旦ちょっと、ラットパイセンの3枚が見たいですね。そう簡単に教えたくないんですよね、あの、3枚のシークレットカード。大事ですね。はいはいはい、大事にね、大事にね。はいはいはい、なるほど。まあ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 、まあ、ランバーゴレカ、いやー、ミナシンか、出た、まあ、一つ目は出た、ミナシン先生。もうロリバは、なるほど。あれ、今ロリバ押さえていいですか。ええー、何ですか、何ですか、怖い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 。あ、来たこれ、ちびっ子たちが、ちびっ子たちが来た。いやいや、走れ走れ、ちびっ子たちが、ちびっ子たちが、よし、つえつえ、ちょっと待って、両サイドちびっ子がやべえ。よしよしよし、なるほど。今回は
あれですね、吹き矢ゴブリン、ミナシン、おわっ、うめえな、よし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 、いちいちうまい、全然いいっすね、僕はいきます。ちょっとやばい、このゴリがめんどくさい。そうよそうよ、結局でこれに何を持ってきてるかですよね。そうですね、焙煎が、はい、そうですね、インフェルノタワーかインドラ、おー、ミナシン固め、いやー、ライトニングだったらいいな、お願い、はい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 、いや、出た、ビビドラ、いやー、ずるい、はい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 、オッケーオッケー、間違いない、オッケーオッケーオッケー、あー、ヒール来た、ヒール来た、ここは寄せて、ちょっと待ってください、なんすか、なんすか、ずるくない、いや、ずるくない、ずるくない何もずるいことはしてない、オッケーオッケー、あ、ギャングね、はいはい、いやー、これはちょっと、いや、これね、やっぱね、ハンデ上げすぎましたね、ラットパイセン、いや残念でした、はい、もう勝ったと思ってるんですもう勝ったと思ってるんですか、いやいや、ちょ、まあまあ、最後まで頑張りますけど、これ勝ったな、これは、いや、甘いっすねもう勝ったと思ってるっていうのが甘いっすいや、でもね、ウォールブレイカーが地味に入るんですよね、あやつが、よし、さあ、全部、ラットパイセンのデッキはもう全部見えたので、あ、本当っすか、え、見ましたよ、まだシークレットが実は、シークレットないでしょ、え、ありますよ、え、ない、絶対ない、絶対ない、絶対ない、あったら、あったら不正あったら不正ですよ、それは、はい、ゴローンやって、え、ちょっと待って、いやいやいや、もう全然、全然通んないですね、防衛しかしないですかいやいやいや、攻めてるよ、攻めてる、攻めてる、攻めてます、もう最大限の攻めまである、はいはい、攻めは最大の防御って言いますからね、空が邪魔なんですよ、あー、攻めてますね、かなり、え攻めてないぞ、ちょっと待って、分かる、入ってる、入ってる、入ってる、地味に入ってる、よしよし、攻めましょう、攻めましょう、ちょっと待ってください、今じゃないですいやいや、攻めてほしいって言ったから、なんか攻めようかなと思って、はい、タイミングが、いや、攻めてますね、かなり、これは、やだってこれない、よし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 、ちょっと待ってください、ちょっとやだやだ、こんなのもうマジっすか、これはさすがに、これはさすがにやりすぎ、ほんとこれはもう、はい、これはやりすぎです、はい、ライトニング、はい、ライトニング30字ドラゴンが完成しました、ありがとうございます、やばい先生、はい、今日は私の勝利です、いや、違う、あ、僕の勝利です、え、これラットバイスの勝利になるんですか、どうなんですかね、だから僕の勝利あ、じゃあ引き分けですね、そうです、1勝1敗なんで、はい、まあ次回の持ち越しっすね、いやちょっとね、でも個人的には4枚してて負けたのすげえショック、しかも全然惜しくもない、はい、やられましたね、はい、次回は勝ちますわ、いや、はい、5枚でボコボコだったら、ね、これ4とのはやっぱね、差が激しいっすわ、間が欲しいっすね、間です間が難しいです、間が欲しい、で、そうですね、あの5枚が例えばランダムカードとかだったらまた全然違うんですけど、あ、確かに弱いカード5枚選んでるんで、それはもう対策しやすいと、す、ね、いやー、次回リベンジ5枚で倒してる僕のことサンドバッグかなんかと勘違いしたいです、大丈夫ですということで、今日はまあじゃあ4枚でラットパイセンの勝利、5枚で僕の勝利と、はいということでございました、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、ということで今回コラボさせていただいたドツアのチャンネルリンクガイラになってくれて、はい、チャンネル登録お願いします、お願いします、で、ドツアのチャンネルでも、はい、あ、そうですね、コラボ動画も上がってるんで、はい、ぜひぜひ見てください、よろしくお願いします、はい、というわけで終わりにしたいと思います、お疲れ様でした、お疲れ様です。